肝要なのは、慶州を要求する前に策を立てておくこと。戻った際にはどうするか、戻らない際にはどうするかです。うん。そうだな。冷静に考えれば、戻ってこない可能性が高い。慶州が肉とすれば、口に加えるどころではなく、すでに向こうの腹の中、簡単には吐き出さぬだろう。我が君、率直に申し上げます。目下の形勢を見ますれば、劉備は四軍を得て、軍は増大し、兵は強化されています。我らは兵力を減らしたゆえ、双方の力量は拮抗するほどです。思いますに、諸葛亮は我らが開戦しないと考え、このまま慶州を返さないつもりではないでしょうか。孔明は腹黒く、劉備は二枚舌か。我が君、この乱世においては腹黒いも二枚舌もありません。あるのは強いか弱いか、すなわち勝てば官軍、負ければ賊なのです。うん、その通りは分かっておる。ただ腹の虫が収まらぬ。死刑よ、決めたぞ。慶州は必ず取る。戻ってこぬなら取りに行く。こうなっては戻ってこぬのは明らかだ。されば取りに行こうぞ。第一に、取りに行くのは慶州が我らのものだと主張してきた証であり、客人の劉備は去って当然だ。第二に、もし行かねば、向こうはさらにつけ上がり、慶州を我がものだと思いかねぬ。第三に、我らが返せというのに逆らうのは到底筋が通らぬ。我らは時機を待ち、慶州を取るため出兵する。我がものを取り返すのは正しい。義でも戦でも利でもな。結構、主君のおっしゃる通りです。では早速、弔問という名目で
行ってまいりましょう。主君、ロシク殿。将軍、そなたは破領にいるはずであろう。なぜここにおる？武器と兵糧を取りに参りました。すぐ戻りますが、その前にぜひご挨拶をと。そちらの状況は？我が君、妙なのです。ここへ来る途中、偵察兵と会いましたが、聞くところによれば、劉備は全ての兵を慶州一帯に集めており、敵の襲来に備えているかのようです。やはり孔明は抜かりがない。孔金の具合はどうだ？良かったり悪かったりで。そなたが来るとき、孔金はどこにいた？大都督は前線を視察に行かれました。武器の補充は孔金が言いつけたのであろう。はい。大義であった。破領へ戻るがよい。失礼します。死刑、劉備の死を知るや否や、孔金は出兵の準備を始め、慶州を狙っておる。すぐに立つのだ。まずは破領で孔金を見舞い、戦は仕掛けるなと伝えよ。その足で劉備に会いに行き、慶州を要求するのだ。御意。大都督、またお加減が悪いのですか？悪いどころか、日に日に回復しておる。大都督、この半月ほど繰り返し同じ書物ばかりを読まれています。どなたが書いたか存じませぬが、それほど大事なものなのですか？ある優れた人物の書だ。読めば目から鱗が落ちる。ようやく理解できるようになった。その心も、その感知も。その人物は？諸葛亮、私の天敵だ。敵に勝ちたければ、まずは敵を死と捉え、考えを熟知せねば、いずれ滅ぼされてしまうだろう。慶州の戦の後、敗戦を教訓に、諸葛亮の兵法を調べ尽くし、今や長所短所を余すところなく見破った。諸葛亮の考えは手に取るようにわかる。故に私が勝つ。英明でございます。大都督、ロシク殿が到着されました。一つやり合わなければ。それならお会いにならねばよいのでは？それはできぬ。何があっても迎え入れねば。よいか、ロシクを敬る者は厳罰に処すぞ。御意。孔金殿。劉備のところへ慶州を取り返しに行くのだな。そうです。劉備が世を去り、約束を果たす時が来ました。劉備がいなくなった暁には、慶州は我らに返還する約束です。孔明のその場しのぎの方便だ。犬の口から肉まんじゅうを取り返せるか？さすがは孔金殿、すべてお見通しですな。されど主君は決められました。戻ってこぬなら取り戻すと。結構そう来なくては。ところで
なぜ急にこのハリオへいらしたのですか。視察のためだ。太鼓を聞かねば体調が優れぬ。ああ、やはり視察ですか。そなたは賞金に武器と2万人分の兵糧を取りに行かせたでありましょう。主君は疾病を懸念しておられる。違うか。黄金殿、慶州を取り戻せたとしてもそうでなくとも劉備と戦をしてはなりませぬ。なぜだ。黄金殿、お分かりでしょう。劉備は長皿四軍を我が物にし兵力を増している。逆に我らは合肥で敗退し優勝の太子寺までも失いました。兵力の増減を考えると孫と劉は今やほぼ互角の力。その上諸葛亮は早々に精鋭部隊の多くを慶州に集めています。向こうは我々の攻撃を見据えているのです。そうだな。されど孔明は今何を考えていると思う。ご教示ください。孔明はそなたの考えを見抜き攻めては来ないと呼んでいる。孔明は思っている。曹操がいる限り我らが連盟を破るはずはないと。主君もそなたも慶州のためだけに争いはせぬとな。故にそなたが慶州へ行っても無駄し、孔明は断じて慶州を返さぬ。いかにも。それが孔明の考えでしょう。見抜いておられたとは恐れ入ります。されど黄金殿、真実を教えていただきたい。そなたは本気で慶州に攻め入るつもりなのか。そうだ、そうしたい。浅な言うな考えている。旅毛を官兵賞金らに命じ軍勢を整えてからすでに三月だ。士気は高まっており、慶州での恥辱を晴らさんと規制を上げている。実を言うとすでに命じたのだ。覇領の領域に進軍せよと。歩兵三万、水軍五万に分かれて進み、三日後には慶州の城下に着くだろう。なぜに勝手な真似を。忘れるな、私は大都督だ。されどかような大事を決めてはならぬ。主君の判断を仰ぐべきだ。忘れるな、大都督はたびたび権力を頼みとし、時には主の声を聞かぬこともある。黄金殿、そなた、死刑殿、劉備に戦は仕掛けない。まだその時ではない。なれば戦わぬのになぜ慶州に兵を向けたりしたのだ。そなたとて同じこと。無駄と知りつつ交渉する。黄金殿、よもやおとりの兵を差し向けたというのか。まさしく。孔明は我らに鷹をくくっている。だからこそ大軍を挙げて玉砕も辞さぬという姿勢を見せつけるのだ。孔明のような男には口先は役に立たぬ。弁の立つ人物ほど人の話は信じぬゆえ、実際に兵を見せることが肝要だ。奴に伝えてほしい。慶州を返さぬなら周囲は戦を辞さぬとな。死刑殿、これはそなたのためでもある。刀をちらつかせれば
そなたも厳しい態度で交渉できよう。さような道理でしたか。その助け、大いに感謝いたします。いや、他にもある。訓練ばかりの兵を一度は出陣させておきたい。威嚇しながらまずは相手の出方を伺う。慶州での戦はいずれ起こる。今回の進軍はその時役に立つ。確かに。死刑殿、こたびは取り返せずとも奴らに分からせるのだ。奴らが今借りているものは長く持つほど返すものが増えると。結構。黄金殿、お戻りください。私はここでおいとまする。してどうする。ご覧ください、あれを。明るい月と良い風がある。これから朝貢を進めば明日には慶州に入ることができましょうぞ。すぐに立っては疲れるであろう。今宵は休まれよ。失礼いたす。あちらへ。どうぞ。死刑殿、そなたは夜を徹して藻に駆けつけてくださいました。その仁義の心に感謝いたします。礼には及びませぬ。こちらこそ逆に公宿の仁義を見せていただきたいのです。ほう。実は一つ公宿に伺いたいことがあります。何なりと。龍騎殿亡き後は慶州を返すとそうおっしゃいましたな。龍騎殿が亡くなられた今、約束を果たしていただきたい。慶州はいつお返しいただける。ああ、そのことはしばらくご猶予をいただき、後日お話を。後日？後日とは一体いつですか。死刑殿、そなたは情けを欠いている。他ならぬ葬儀の日にさような話をするとは。まさしく、かような日に誰も嘘はつきませぬ。重ねて龍騎殿のご霊前でこの約束事をはっきりと思い出しました。不天のもと、王土にあらざるはなく、卒土の品、王神にあらざるはなし。なれば慶州は五皇のものか曹操のものか、いずれも違う。朝廷のものです。その昔、皇祖が挙兵され、大変な苦労を経て漢王を作りになった。その後、不幸にも勧誘が各地を占拠し、慶州も曹操の手に落ちました。誰がどんな形で慶州を治めるとも、それは天使と同じく龍のせいであるべきです。我が君は後継帝の元孫、中山聖王の後裔、金城皇帝の叔父である。慶州を治めるのは大漢の素行を継ぐことです。五皇は
戦闘の小役人の子。高等を手にしながら、それに飽き足らず、漢の領土まで奪い、我が君に何も与えぬとは、道理にかなわぬ。この際、詭弁は必要ない。公宿は仁義の日とゆえに、あの約束を守っていただこうと参りました。重ねて、公宿と約束を交わした折、貴殿もその場にいらしたはず。まさか公宿は、今や不義の人とおなりか。死刑殿、そなたも世の公人なら、我が君の三条助手の話を聞いたことがおありでしょう。我が主君は仁義の君だ。過去も、今も、今後も変わらずに、仁義を命よりも重んじてこられた。主君は、慶州を取った後、時に呉の人々に罵られた。それに平気であったと。つらかったが、受け止めて耐えたのです。その訳は、主君の胸に、真偽や命より大切なものがあるゆえ。それは何です？官室の忠厚です。そなたはお笑いになるか。かような時世に官室の繁栄を願うとは大それていると。されど公宿は官室の末裔。人々が官を忘れても公宿は忘れない。目下天使は曹操のもとで怯えながら生き延びておられる。それを思って公宿は心を痛めているのです。ご安心なさいますな。私は公宿が忠義の君だと存じております。死刑殿よ、私は関心、そなたも関心だ。我らの祖先は漢の禄をはみ、関心ならずとも漢の民である。されど周遊殿は本分も道理も分かっておらん。貴殿は道理の分かるお方、いかがです？立脚の地がない公宿に官室を忠厚できましょうか？天使を救えましょうか？さらには曹操に対抗できましょうか？確かに曹操というのは最も真偽のない男。もし貴殿が天下を憂うなら、真偽をもって本分となすべきでしょう。さらに官を忠厚したくとも、公宿お一人ではおそらく無理でしょう。どうです？我が五公の力をなくして、そなたたちは繁栄できましたか？おっしゃる通りです。いや、さすがは死刑殿、孫徒竜が曹操に対抗できたのは大半はそなたの遠大な見識の賜物。それは買いかぶりというもの。実を申せば、ここしばらく私はあらゆる手を尽くし、孫竜連盟を維持する努力をしてまいった。目的を達するため譲歩するよう我が君を幾度も説得した。されど何事にも限度がある。失礼ながら、公宿が約束を反故にし慶州を返さなければ、たとえ我が君が黙っていても、おそらくある人物は黙っていません。どなたで？五軍を司る周公金です。周遊殿が出兵するというのか。傷も癒えぬのに、なんと気の短い。あの周遊の気性をご存知ですな。確かに慶州の戦で激怒し血を吐いた。されどあの時の恨みと恥辱を晴らせるなら、その機会は逃さぬでしょう。おそらく我が主君でさえそれを止めることはできません。おととい3万の歩兵と5万の水軍を送り出しました。すでに
偵察兵からそちらにも報告が入っているはずです。幸いにも我が主君は即断され、黄巾から軍権を奪い、さらには進軍した兵にも退去を命じました。されど人の心は欺けませぬ。いざとなりますれば江東の兵士たちは命を捨ててでも戦うでしょう。なるほど、死刑殿は誠実にお話しくださった。そなたのお考えでは今この慶州をどうすべきだと。それは私が伺いたいことです。いかがです、公宿のお考えでは今この状態の慶州をどうすべきであると。それは死刑殿、こうしましょう。慶州は呉のもの、我らは立脚の地として借りる。その旨我が君が聖書を書いてお渡ししよう。我々が他の州都を取ったら慶州はすぐに呉にお返しします。どこを取るのです。聖職の劉将は愚かで非道、故に聖職を狙っております。聖職を取ったら慶州はお返しいたします。やむを得ぬ。聖旨をいただければ我が君に申し開きができよう。お認めになるかどうかは不明であるが、必ず公宿と孔明殿のお二人ともに書き判を願う。よかろう。孔明殿、見送りはここまでで結構です。死刑殿、そなたも私も主君には申し上げにくいことがあります。されど互いの間なら何事も腹を割って話せる。いかにも。曹操のいる限り孫流連盟を破ってはなりません。我々が争えば曹操が天下を取ります。その通り。我が君に代わり呉公を説得してください。しばし我らに慶州の地を預け、決して戦は仕掛けぬようにと。もしもお許しにならなければ。我らは立脚の地を失います。足場を奪われてしまったからにはやむを得ず呉に戦を仕掛けて足場となる地を奪うほかありません。そうなれば江東の81県は平穏ではいられぬ。孔明殿、私も忘れないでいただきたい。何でしょう。聖職を手にした折には必ず慶州をお返しください。さもなくば我が君も兵を向けます。さすればそなたの主君も臣下も立脚の地を失うばかりか、たとえ生き延びても心は休まらず、死んでも墓はありませぬぞ。肝に銘じましょう。しからばこれにて。死刑殿、なぜわからぬのだ。聖職を取れば慶州を返すというが、聖職を取れるのはいつだ。10年取れなかったら慶州も10年戻らぬ。こんなものは意味がない。意味ならしかとあります。黄巾殿、よろしいですか。劉備は今まで慶州は朝廷や劉備のものだと主張していました。その劉備に
慶州は我々のものだと認めさせ、借りていると言わせたのです。私にできることは十分したつもりです。こたびは大義でやった。休んでから戻られよ。そうだ、そなたと酒を酌み交わすこともおいそれとはできぬ。今日は存分に飲もう。どうだ。結構ですな。早々は俗ながら誠の名言を吐きました。それは酒に向かえばまさに歌うべし、人生いくばくぞ。今宵は一つの部屋で枕を並べ語り明かそうぞ。結構。乾杯。乾杯。なんとも良い酒だ。覚えているか、軍を率い始めた頃、私は大敗を喫した。命からがら逃げ延びてそなたの屋敷に着いた。我が軍は3日も食べておらず、ニトの米を借りたかった。当時そなたは大富豪で、家に2つも米蔵があった。その1つを刺してそっくりやるとな。驚いたぞ。中には3000石の米だ。救われた命は数多い。食べ物があれば兵も集まってくる。あの食料で3000の兵を集めた。黄金殿、そなたがうちに来た時、私は一目見て分かった。そなたは将来必ず大業を成すと。確かに天下を休んじる自信はある。されど、この世には諸葛亮がいる。奴は私の天敵だ。黄金殿、諸葛亮をそこまで憎んでいるのですか。正直に言おう。私が最も憎いのは曹操ではない、諸葛亮だ。尊敬できるのも曹操ではなく諸葛亮だ。私とあやつは決して並び立たぬのだ。
ん夫人が、夫人がお亡くなりに。報告します。葬儀の旗が立っています。劉備が夫人を亡くしました。わかった、下がれ。はっ。黄巾殿、何か思いついたぞ。劉備を絡め取って離さず、慶州を手にする策を。ほう、ご教示ください。夫人を亡くせば後添えをめとる。主君の妹君は良い年頃だ。劉備を婿として御に迎え入れる名目で南女に入ったら奴を捕らえ、慶州と交換するのだ。それはうまくいきますかな。劉備は断らぬ。間違いなく御と親戚になりたいはずだ。問題は劉備にあらず。では誰だ。御国太様です。娘と三十も年の離れた劉備を婿として許すはずがありません。案ずるな。内情は五穀大様には伝えぬ。妹君を本当に嫁がせるつもりなどない。ただ劉備をおびき寄せる口実にするだけだ。ならば主君にいかにして説明を。上奏文を書こう。もし孫と劉の両家が隕石となり曹操に対抗できるなら、これに勝ることはない。されど劉備はもう50近い年だ。たった一人の我が妹を母上は特に可愛がっておる。その母上が許すはずはないであろう。忌憚なく申し上げれば当然お断りになるでしょう。黄巾の意図は五穀太様には伏せ、ただこれを口実に劉備をおびき寄せ慶州を返還させるだけのこと。死刑、そなたの考えは。試してもよいかと。戦は起こらぬか。劉備は罠にかけ人質にします。劉備がいれば諸葛亮たちも下手に手は出せず、戦を仕掛けては来ないかと。うん、我が君、破領の五軍は撤退しました。残されたかまどを数えたところ4000余りあったとか。推し量るに周瑜の兵は8万人です。8万か。江東の各地にいる兵を合わせれば五校の軍勢は12万を超えるということか。我が君、御よりの使者が主君へのお目通りを願っております。茶でもてなせ。御意。おそらく慶州の話をしに来たのでしょう。やはり御公は承知せぬかの。はて、何とも。こういたしましょう。いかなる話であれ、ただ聞くのみで反論はお控えください。客人は
宿にお止めください。あとはお任せを。旅伴殿、慶州について御公は何かおっしゃっておられましたか。劉公祝、我が君はすべて了承されました。聖職を取られた暁には必ず慶州は返還を。決して約束はたがえませぬよ。ご公に感謝いたします。ところで参りましたのは別の用のためでございます。お話しくだされ。夫人を亡くされた公祝に良い縁談をお持ちしました。私は仲人として参った次第です。ご意向はいかがでしょうか。私は長きにわたり放浪の身にて落ち着かず、妻も苦労をした上命を落としました。もう誰にも苦労はかけたくありませぬ。妻なき者はまるでうつはりなき家です。公祝は当世の英雄、道半ばで人の道を捨ててはなりませぬ。主君の妹君は才色兼備で奥方にふさわしい。両家の縁組が実現しますれば、あの曹操にとっては南方が脅威となるでしょう。あ、茶が熱すぎる。いや、両藩殿、縁談とは存外でした。私はすでに50に差し掛かり、もう老朽です。かたや御公の妹君は妙齢です。私など釣り合いませぬ。主君の妹君は男勝りの志をお持ちの女性です。それゆえ天下の英雄であらねば嫁ぎたくはないと常より仰せで、公祝の名声は皆が知るところ。もちろん淑女には君子がお似合いです。この際年の隔たりなど何でもありませぬ。旅伴殿、これは御公のお考えなのですか。さようです。我が君の狙いは公祝と手を組み対抗する姿勢を曹操に示すことにもあります。両家にも国にも必ず利となります。どうか公祝ご検討ください。わかりました。はい、御公には感謝しきり。それでは貴殿はひとまず宿でお休みくだされ。返事は明日ということでいかがでしょう。尊権、抜かりなくおもてなしを。地上。